私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。私はずっと旅行が好きで、若い頃から旅行サークルに入ってるんだ。そんな旅行サークルの仲間に60代の男性高畑さんという人がいるの。高畑さんは結構大きな不動産会社を経営している人なんだよ。今日はホテルで高畑さんの誕生日会があるということで、私もちょっとお邪魔させてもらっているんだけど、なんかすごい空気が悪いんだよね。その原因は不動産会社の部長智恵さんだよ。若い女性たちを睨みつけているからね。まさか水木さんが社長の知り合いだったとはね。てかどこに行ったの？見られて気まずくなっちゃった？別に隠れなくてもいいのよ。お手洗いだけど気まずいって何？だって水木さん既婚者でしょ。うちの社長って独身50代のイケオジじゃん。要するにできてるんでしょ。智恵さん、昔と変わらないね。うち夫と娘も来てるんだけど。それにさっき高畑さんが言ってたよね、旅行仲間とその家族も来てるって。へえ、実は旦那さんに内緒で社長とできてるんじゃないの？失礼なこと言わないでくれる？水木さんって相変わらずつまんない人だね。私たちが一緒に働いてたのって20代の頃でしょ。あの頃もなんかお堅くてつまんない人だったけどさ。智恵さんは相変わらず下品な話が好きだね。言ってくれるね。でもきっとこの中に社長のいい人がいると思うのよ。はあ、絶対に許さない。え、私ね、社長に何度かアピールしてるの。お付き合いしましょうとも言ったんだから。だってさ、50代でお金持っててダンディーな男性って最高でしょ。それに私は仕事もできるし、いいパートナーになると思うの。なのにうまくはぐらかされちゃって、きっと若い女がいると思うんだよね。そうじゃなかったら絶対に乗ってくると思うし。高畑さん、そういうタイプじゃないと思うけど。あ、やだ、私ったら勘違いしてたでしょ。そういうことじゃなくて、水木さんは若くないんだし該当しないわ。ごめんね。あのね、こんなに性格は悪いけど、この人仕事はできるんだよな。まさか智恵さんとこんな場所で遭遇するとは。智恵さんは昔私がバイトしてた店で社員だった人だよ。性格が悪くて低俗な話が大好きな人なんだよね。でも仕事はできる人だったので店長も何も言えず、今は高畑さんが経営している不動産会社で部長をしているみたい。でも人間性は相変わらずだね。というのも私見てしまったんだ、智恵さんが若い女性を会場の外に連れ出していくところ。気になって追いかけていったんだけど、二人はトイレへ。そして次の瞬間には若い女性の悲鳴が。私は慌ててトイレに入り、この女性を外に連れ出したよ。ちょっと、なんでその女を連れていくわけ？水木さんには関係ないでしょ。関係ないって、なんでこの子に醤油なんかぶっかけたの？せっかくのドレスが台無しじゃない。かわいそうに。変なおばさんにいきなり怒られて怖かっただろうね。おばさんって何よ、おばさんって。私も智恵さんもおばさんでしょうが。若い女がうちの社長と抱き合うなんて最低。小娘が誘惑するな。だからあの女のドレスに醤油ぶっかけてやったのよ。ざまあ。この子は社長の娘だよ。え？いや、なんで智恵さんが知らないの？高畑さん、離婚してて娘さんがいるって公表してるでしょ。嘘、なんかパパ活の相手とかじゃないの？あのね、自分のところの社長を何だと思ってるのさ。だって私知らないし。娘さんがいること自体は知ってるよね。それは知ってるけど。というか誕生日会の挨拶で今日言ってたじゃん、娘が来ているので後ほど挨拶させますって。その時奈々ちゃん会釈してたよ。え、聞いてなかった。うわ、それにしてもひどいね。綺麗なドレスが台無しになっちゃったじゃん。これどうするの？違うの、私社長を誘惑してる女だと思って、ほら悪いやつだと思ったのよ。いやいや、どう考えてもこの場合悪人は智恵さんでしょうが。だって社長が振り向いてくれないから。要するに智恵さんとはお付き合いしたくないんでしょ。
それ以上でもそれ以下でもないと思うんだけど、自分と付き合ってくれないから若い女がいるはずって、どんだけ自分がいい女だと思ってんの。うるさい。でもどうしよう。あの、待って、みずきさんその子知ってるの？ななちゃんも旅行サークルに入ってるからね。一緒に旅行したこともあるよ。じゃあうまいことごまかして、ほら、あの産業スパイと勘違いしちゃって。ともえさんは本当は仕事熱心な人だって言ってよ。無理無理、ななちゃんもこのやりとり全部見てるからね。なんで見せるのよ。ともえさんが醤油をかけた相手はななちゃんという20代の子。この子は高畑さんの愛人ではなく実の娘さんだよ。高畑さんは過去に離婚していて、ななちゃんはお母さんに引き取られたんだけど、ずっと交流自体は続けてきたんだ。高畑さんは独身、つまり子供はいないみたいな考えが勝手にインプットされちゃってたんじゃないかな。高畑さん子供がいるって公表してるのに。いやー、誰に対してもやってはいけないことだけどね。まさか社長の娘に醤油をぶっかけてしまうとは。玉江さん、やっちゃったね。翌日。みずきさん、昨日は本当にごめんなさい。いや、私はいいんだけど、ななちゃん大変だったね。あんなの、今までの人生で初めて。お父さんの会社の部長さんだって知ってたから、何かトラブルでもあったのかなって思ってついていったけど、まさかトイレで醤油ぶっかけられるとは。大丈夫？うん、私は大丈夫なんだけど、お父さんが顔真っ赤にして怒っちゃって、そろそろ一度話をしようと思ってたんだって。あの部長さん、アプローチがすごかったから、もっと早めに言っておくべきだったって、すごく後悔してるみたいで、本当に見ていられないような状態なんです。まあ、でも高畑さんは悪くないよね。私もそう思う。今日部長さん出社しなかったみたいだし、どうなるのかな。ななちゃんが社長の娘とか関係なく、会社関係者もたくさん来てるところでの悪事だからね。さて、どうなるのやら。ななちゃんは相当怖かったみたいだけど、事情が分かってからはちょっとほっとしたみたい。お父さんがモテすぎるのが悪い、なんて笑っていたし、とりあえず、ななちゃんのトラウマとかにはならなさそうでよかったよ。さて、ともえさんの方はというと。いや、私会社を辞めたくない。ともえさん、クビになったの？違うけど、社長にものすごく怒られて、今後のことを考えなさいって言われたの。人に醤油をぶっかけるなんて行為はおかしい、ありえない。娘も傷ついているし、取引先の人にも知られてるって。ああ、なんかともえさんがななちゃんを連れて行ったトイレ、個室に取引先の女性が入ってたらしいね。そうなの。そこから噂が広がっちゃって、取引先からもどういうことなのかって連絡が来るし、私どうしたらいいの。そりゃ反省と謝罪じゃないの。ななちゃんがかわいそうだよ。自分も誰かに醤油ぶっかけられてみれば。ともえさんも高そうなドレス着てたじゃん。私のドレスは30万もするのよ。金額だけの問題じゃないと思うけど、ななちゃんが着てたのはもっと高いやつだと思うよ。ひぃ、クリーニング代はどうなってるの？てか、いつななちゃんに謝罪するの？私どうしたらいいのよ。高畑社長と娘ナナのライン。お父さん、みずきさんがすごく心配してくれてたよ。そうか、ごめんなごめんな。父さんがはっきりしなかったから、ちゃんと迷惑だって言うべきだった。いや、お父さんも別に悪くないよ。悪いのはあの部長さんだけじゃない？だってお父さんはお付き合いは断ってたんでしょ？でもお父さんが悪いんだよ。俺は社長という立場だからね。そういうものなの？そういうものだよ。これからナナにも勉強してもらうことになる。それにしてもな、ナナがうちの会社に興味を持ってくれるとは。俺の人生にこんなことがあるなんて。お父さん、お父さん。ちょっとやだ、やめてよ。お父さんすぐ泣いちゃうんだから、ママに嫌われちゃうよ。おい、やめろよそういうの。前にいた会社で学んだことこそが今お父さんの会社に必要なことだってビビッときたんだよね。生意気だな。私が生意気なのは昔からだと思うけど。はいはい。あ、社長、返事は1回ですよ。はい。なんちゃって。でもなんかビビッときたのは本当なの。お父さんの会社で扱ってる商品を
もっとたくさんの人に見てもらえるチャンスだって思ったんだ。ナナ、前の会社で希望の部署には入れなかったんだけどさ、結果としていろいろな仕事をさせてもらって今があるんだもん。それがお父さんの会社で役立てたら嬉しいな。何よりも私もお父さんみたいに経営者になりたい。もちろん口先だけじゃないよ、ちゃんと努力する。ナナ、ナナ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 、うおー、ちょっとやめてよ、恥ずかしい。今お父さんは感激している。お父さんもナナに負けない立派な社長になる。こうなったら仕事するぞ。お父さんは変わらないな。その後結局トモエさんは周りの目に耐えられなくなり辞めていったよ。ちなみにナナちゃんのドレスは高畑さんが用意したもので50万円、トモエさんが迷惑料込みで100万払ったってさ。ナナちゃんは高畑さんの会社に就職し後継者教育を受けることになったんだけど、細かなところによく気がつく性格でかなり仕事ができるらしいの。社員さんたちにもすっかり可愛がられてるってさ。 IT 関係の会社で学んだ知識でバリバリ働いてるみたい。いやー、でも本当にナナちゃんのトラウマにならなくてよかったよ。さあ、熱いし霊感式パッドとやらを購入してみたから今日からこれで寝ようっと。本当に毎日暑いよね。うちのニャニャマルなんかぐでんぐでんだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。